皆さんこんにちは、田中ひなです。今日はですね、以前から結構リクエストにもいただいてたんですけど、私の普段持ち歩いているポーチの中身をご紹介しようかなと思います。よかったら最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それではスタート。ポーチの中身なんですけど、まあ私行く場所に寄ったりとか、まあその日その日で結構中身をコロコロ変えちゃうですけども、基本的に使っているまずポーチとしてはこの2つになります。まずこっちがこのクリアのポーチになるんですけど、これは雑誌 JJ についてたアリシアスタンっていうブランドのポーチになります。可愛いですよね、夏らしくて。で、これは結構まあ容量的には入りやすい買ったりとか、バッグが大きめの時とかにはこっちのポーチで、まあ、気分によってね、デザインが可愛いので、入れたりします。続いてこっちのもう一つポーチなんですけど、これも雑誌の付録のものになります。これは雑誌のスイートだったかな、スイートの、付録のものですね。これめっちゃ可愛いんですよね、可愛いですよね。これもジルチャートのものです。まあ、基本的に、まあ、ポーチも可愛いの欲しいなって思ってたら、もう本当にね、雑誌の付録かと思えないようなこういう可愛いポーチがね、あったりするので、私は結構こういう雑誌の付録のものを使ったりしてます。で、私そんなにメイク直しをしないので、行く場所によって、まあ、これはいらない、あれはいらないっていう感じでね、まあ、物を変えたりしちゃうんですけども、まあ、まずこのポーチの中で必ずといって入っているものが、このまず一つ目、じゃん、まずこちら3のシマリンググロリオです。これはハイライトになるんですけど、本当にこれは毎日使ってるものになります。ハイライトってそんなにね、手直しすることってないんですけど、まあ、なんかこれをなんか入れちゃうと結構テンションが気分的にね上がったりもするので入れてるっていうのと、あとここにね大きい鏡がついてるんですよ。だから、まあ、私手鏡をポーチの中に入れてないので、これを手鏡代わりとして使ったりもしています。続いてこの季節になると必ずといって持っていってるものがこちらです。日焼け止めですね。私はこのレールデュサボンっていう UV カットジェルっていうものを使っています。はい、こういった感じのデザインがめっちゃ可愛いですよね。これは SPF 30ってことなので、ちょっと外に出る時とかに使ってる感じにはなるんですけど、これをポーチの中に1個、まあ、この暑い季節になってきたので入れています。レールリュサボンっていうところは、あのミストが出てるブランドになるので、匂いがめちゃくちゃいいです。これ本当に。私あの日焼け止めの独特なね、香りがすごく苦手なんですよ。ちょっと匂いもね、これでちょっとリフレッシュもされちゃうので、はい、個人的には結構お気に入りの日焼け止めです。はい、でこれなんかちっちゃい子、子供とかにも使えるタイプで、結構優しめに作られてるってことなので安心かなと思って使っています。続いてがこちらアイブロウパウダーです。でこれはまあビシェリシェのものを今は持ち歩いてるんですけど、こんな感じですね。アイブロウパウダーを入れてます。でアイブロウパウダーはもう必ずと言っていいほど入れてます。パウダーを1個持ってたら結構いろんなね、何にでも使いやすいので、はい、入れてます。まあ、パパパッとね眉毛が消えたら、まあ、あのピピってかけるし、ノーズシャドウ入れたいなって思ったらパパって入れれるし、まあ、そんな感じでアイブロウパウダーはまあ必ずポーチには入れるようにしています。続いてポーチに入ってるのがこちら目薬です。目薬はね絶対入れてます。っていうのも私すごい花粉症だったりとか PM2.5 黄砂とか本当に全部ダメなので、すぐ目が痒くなっちゃったりとかするんですよね。でも別にそんなにこうコンタクトを入れてるわけではないんだけど、もう目が痒くなっちゃったりとかするので、この目薬を入れてます。でも私これは高校の時からずっとそうなんですけど、このロートのリセっていうの、ピンクのこのタイプをもう高校の時からずっとこれを愛用しています。続いてがじゃんこのリップたちです。こんなに入れるのかって言ったら、これ全部は普段ね全部入れることはないんですけど、必ずねポーチの中に2つ入れてるのが、この薬用リップと、この不老不死のやつですね。不老不死のこのグロスは入れるようにしています。スタメンとしてこの2つは入れてるんですけど、リップカラー、色がついてるこのリップカラーはその日のメイクによって使ってるリップを入れるようにはしてるんですけど、まあ、基本的にここ最近多いのはこの3つのどれかを入れることが多いです。まずこの3のやつ、
はい、エブロンのねブラウンのリップ、これはミシャのティント系のリップなんですけど、はい、こういうのと、まあこの3つがまあ基本的に使うことが多いんですけど、中でも絶対入れてるのはこれですね。ミシャのティント系のリップは1個入れてます。まあティント系なのでやっぱり色落ちがしにくいっていうこともあるので、これは結構ね、使いやすいので1個入れてます。あとは、まあ、服によったりとか、その日の気分によったりして、このレブロンのブラウン系のリップか、こっちの3の赤のリップ、このどっちかを入れるようにしています。なので、カラーの色がついたリップに関しては、2本ですね。ポーチの中に2本。このセットか、このセットで入れてることが多いです。で、続いてなんですけど、まあ、これは場所に行って持って行ったり、持っていかなかったりって感じなんですけど、こちら、ザ・セムのコンシーラーを1個持っていきます。で、このザ・セムのコンシーラーは、まあ、もう1個持ってたら、ね、ちょっとこう、特に今の季節だとね、よれちゃったりとかしたら、パパパッとね、ちょっと気になるところ隠せたりとかもするので1個持って行ってます。コンパクトなのでね、はい、これを持って行ってます。続いてこちらです。ビセリシエのリップ&チーククリームです。で、これ色はショコラベージュっていう色をここ最近は使っています。チークはこれも本当にコロコロ、まあその普段の毎日メイクによって変えちゃうんですけど、私このビセのチークがすごい大好きなので、基本はこのシリーズの、まあ、色オレンジとか赤とかそういったものをこうメイクによって変えたりとかしているので、その時に使っているものを入れるようにしています。コンパクトなのですごい持ち運びしやすいので、これを持ち運んでいます。続いてがアイシャドウたちですね。アイシャドウはそんなに持っていくことはないんですけど、ちょっとね遠出した時とかは今の季節だと結構よれちゃったりすることもあるので、まあアイシャドウはそういった時には持っていくようにしています。で、まあアイシャドウなんですけど、朝ねメイクしていた時とは違うものを持ち歩いていったりしていますね。なんかまあそんなに直すことがないので、本当に落ちちゃった時のためって考えて、予備としてまあどんな服装にも、どんな自分が今日してきてるメイクや髪型雰囲気にも合うような感じの色のものをアイシャドウは持ち歩くようにしています。で、一つ目がまずこのベージュチューのアイシャドウですね。で、これすごいラメ感が綺麗で、どんなね感じにも合わせやすいような色味なので、このベージュチューのアイシャドウを入れることもあります。で、このベージュチューのアイシャドウを入れるか、このエスプリックのこのベージュ系のアイシャドウとアディクションのザ・アイシャドウ、このキラキラのラメが入ってるアイシャドウ、この2つのセットを持ち歩くかっていう感じでしています。まあこのどっちかを入れてますね、その日によって、気分によって入れてます。はい、こんな感じで私の、まあここ最近っていうのかな、ここ最近持ち歩いているこのポーチはちょっと変えちゃったりするんですけど、まあこの2つのポーチの中に入っているコスメたちをご紹介してみました。リップとかアイシャドウはね、その日によって数が減ったりなかったりとかって感じなんですけど、基本はこんな感じのものを入れてます、ポーチの中に。はい、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。How can I tell you